こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画では、最近僕がですね、H&M で買ったものがめちゃくちゃ良かったので、皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、ファッションブランドにもですね、いろんなものがあるわけなんですが、その中でもファストファッションブランドというジャンルがありまして、まあ、代表的なところで言うと、僕たちにとっても馴染みの深いユニクロですとか、GU ですとか、あとはザラだとか、ギャップだとか、そしてこの中にですね、H&M というものも含まれるわけですね。まあ、僕ら世代にはですね、そこまで馴染みが深くないんですが、主に10代、20代の方がよく使っているようなお店として結構知られているかなというふうに思っています。まあ、僕たちにとって馴染みの深いですね、ユニクロと GU、この2つがあったとしたら、割とですね、GU の雰囲気と近いのが H&M かなと思っています。年齢層もですね、10代、20代向けのものが多いですし、定番だとかベーシックラインとトレンド寄りのものだったら、どちらかというと後者寄りのトレンド感のあふれるアイテムがですね、GU だとか H&M には多いんですね。ですので僕らにとってはそこまで馴染みが深くないかなと思うんですけども、僕もですね、時々 H&M の店舗に行って何か良いものがないかなと探すようにしてるんですね。そんな中で今回はですね、これは僕ら大人世代でも使いこなせるぞというものを発見しましたので、実際に買って忖度なしでレビューをしてみたいなというふうに思っています。まあ実際に持ってきているので皆さんにお見せしたいなと思っているんですが、こちらのアイテムですね。はい、見えますかね。この後でですね、実際に着てみたいなと思いますし、写真も載せておきたいなと思うので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけども、こちらはですね、僕の動画の中でもよくご紹介しているシャツアウター系のアイテムなんですね。これがね、すごく良いバランスで、僕はですね、今季いろんなお店で見ましたが、こちらは自信を持って皆さんにご紹介ができるかなと思って、ちょっとですね、自腹で購入をして、今回お持ちしてみました。まあ先ほどですね、H&M というのは、割と定番的なアイテムよりもトレンドアイテムの方が多いというお話をしたかなと思うんですが、僕がですね、一番最初に H&M に行った頃は、もっとトレンド感が強かったかなと思うんですね。ですが、最近お店に行くと、割とですね、ベーシックなアイテムも多いんですね。バリバリトレンド感が強くて、僕ら世代にはどうにも着こなせないなというものが、そこまで以前よりは多くないかなと思ってまして、割とですね、その中から厳選すれば、僕ら世代でも気軽に着やすいものが多いかなと思っています。で、H&M というのは価格帯が結構抑えめなんですね。まあ、僕の感覚で言うと、ユニクロと同じぐらいか、やや高いぐらいかなと思います。そして同じく海外系のファストファッションブランドであれば、ザラがあるかなと思うんですが、ザラよりは価格帯が抑えめなので、もう少し気軽にトライしやすいかなと思ってます。一方でユニクロというのは結構ベーシックなものが多くて、トレンド感の漂うものはやや弱いかなというところがありまして、その代わりに GU を使う方が多いかなと思うんですが、まあ、この H&M もですね、結構トレンド感がありつつも、割と定番的なものが多いので、使い勝手がいいかなと思っています。まさしく今回買ったこのシャツアウターというのはバランスがめちゃくちゃ良くてトレンドアイテムなんですけども決してトレンド感満載にしすぎてないところで僕ら世代にも使いやすいかなと思ってますので今回はこちらを使いながらいくつかコーディネートも解説をしたいなと思ってますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。最近はですね、こちらの方にも結構力を入れていまして、だいたい週4本ぐらいのペースで新しいコンテンツをですね、本音でお伝えしてますので、ぜひこちらの方もですね、気になる方は動画の下の説明欄にリンクを貼ってありますので、チェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか？なかなかですね、バランスのいい仕上がりになっているかなと思っています。まあ見ていただくとですね、今のトレンド感あふれるですね、シャツアウター系のアイテムになってまして、デザイン自体はですね、割とオーソドックスなんですね。まあ襟がついていまして、左右対称に大きめの胸ポケットがついている。そしてカラーに関してはネイビーというところで、まあある程度トレンド感のあるデザインのアイテムではあるんですが、その中でも結構ですね、オーソドックスで使い勝手のいいバランスになっているかなと思っています。僕はいろんなお店を回ってみたんですが、今季はですね、結構このど真ん中のシャツアウターって意外と少ないなと思っていたんですね。ユニクロにもなかったし、あとは GU だとかグローバルワークにも展開がなかったですし、意外とですね、セレクトショップでもなかったので、このようなど真ん中で皆さんにお勧めしやすいシャツアウターというのはかなり希少かなと思ってまして、
今期の中ではこちらはですね、かなり完成度が高いなと思ってます。そして価格も結構大事で、まあもちろん1万円以上のものであれば、割と選択肢が増えてくるんですが、こちらは3999円ということで、5000円以下で買うことができるんですね。まあコストパフォーマンスというところも含めて、なかなかですね、この1枚を超えるものは、今期は見つけづらいのかなというふうに思っています。僕が気に入っているのは、このネイビーの色感ですね。まあネイビーといっても、様々な色の深さのものがあるんですけども、黒に近いようなネイビーもあれば、青みが強いものもある中で、割とですね、ミディアムネイビーといったらいいんですかね。ほんのり青さも漂いますので、春夏に適したような、すごくいいネイビーなのかなというふうに思っています。まあ、細かくですね、素材の感じを見ると、めちゃくちゃ高級感があるという感じではないんですね。そこら辺は、やはりですね、4000円前後ということで、生地の感じというのは、すごくいいというわけではないですが、決してですね、安っぽく見えることがないので、4000円前後でこれぐらいの質感であれば、僕はかなり満足度が高いかなというふうに思っています。で、結構気をつけていただきたいのが、サイズ感なんですね。こちらはサイズ感に関してはレギュラーフィットなんですね。最初からゆったりめにできていないので、通常の皆さんのサイズを選んでしまうと、ちょっとですね、コンパクトで今っぽさが漂いにくいかなと思っています。で、僕自身は普段はですね、XS だとか S サイズを着ることが多いんですが、今回はですね、M サイズを選んでいます。あえて1サイズだとか、場合によっては2サイズ上げることで、今っぽいサイズ感というところが実現しやすいかなと思うので、その点だけ考慮していただけると良いかなと思っています。まあ合わせ方は簡単で、こちらがネイビーなので、ボトムスに関しては、まあ僕のようにですね、ブラックで引き締めるのもいいかなと思いますし、あとはオリーブ系にも合うし、あとは思い切って白系のジーンズだとか、コットンパンツ合わせて明るさを出すのもいいかなと思うので、結構いろんなボトムスには合いやすいかなと思っています。そして内側に着るものなんですが、これはバリエーションとしては結構たくさんのものが作れるかなと思ってまして、今僕は今季のですね、プラス J のスタンドカラーシャツを合わせているんですが、このようにシャツの上にシャツアウターという組み合わせもちょっと旬な感じがするのでおすすめかなというふうに思っています。他にはもちろん無地の T シャツだとか、ちょっとしたプリント T シャツを合わせてもらうのもいいかなと思いますし、あとはパーカーなんかを合わせながら旬な着こなしを実現するのもいいかなと思うので、様々な着こなしが実現しやすいですね。結構使い勝手のいいアイテムかなというふうに思っています。まあ基本的にはこちらは春の商品なんですけども、春だけではなくて秋にも使うことができるので、1枚あるとですね、結構便利なアイテムなのかなというふうに思っています。今僕はですね、前を開けてきてるんですが、ボタンは途中で閉めてあげて、少しですね、色を引き締めてあげるのもいいかなと思うので、様々な着こなし、見せ方をする上で、この1枚は持っておくのもすごくいいかなというふうに思っています。まあなかなか近くに H&M がないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、オンラインの方でも取り扱いがあるので、動画の下にですね、リンクも載っけておきますので、そちらもぜひですね、チェックしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、最近僕が H&M で買ったこちらのシャツアウターについて解説をさせていただきました。結構ですね、僕の中ではかなり満足度が高くて、皆さんにもお勧めしやすいかなというふうに思っています。ただ H&M というのはですね、やっぱり並んでるものがですね、結構トレンド感のあるものだとか、ユニクロだとか GU と被るようなラインのものも多かったりするので、なかなかこれというですね、ヒット作に出会いにくいなという印象があったんですね。その中で今回こういったシャツアウターに出会うことができて、結構僕の中では喜びが大きかったかなというふうに思っています。その他にも H&M というと、僕の中では、例えばキャップだとか、ニット帽だとか、こういった小物系も充実していまして、結構ベーシックで使いやすいものも多かったですので、そういったものをちょこちょこと買ったりするんですね。まあファストファッションブランドには様々なものがありますが、その中でもですね、ブランドごとに強みとしているジャンルが違かったりするので、まあそういったものを定期的にですね、混ぜ込みながらファッションというものを楽しんでもらうのもすごくいいかなと思っています。まあもちろんですね、僕が動画の中でよくお伝えしているユニクロはですね、すごく使い勝手がいいんですが、ユニクロだけだとどうしてもですね、トレンド感だとか旬な感じが出しづらいなという時もあったりするんですね。そういう時には今回ご紹介した H&M だとか、あとは ZARA だとか、場合によっては GU なんかを使いながらトレンド感というところをうまくミックスすると結構ですね、新鮮なスタイルが作りやすいかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。
皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。